Hi everyone, ヤニです。えっと、今日から本当にアイデアルプロの初心者っていうか、もう基本 iPhone とか、あの、こういうデバイスのことをあまり知らない方たちのために、本当に簡単な、あの、こう、操作でできるアイデアルプロのことを、本当にちょっとずつやっていきたいと思います。今日は、とりあえず、プレイリストを のととところをちょっとやっやていいきたいと思うんですけど多分なんでプレイリストをやるかというとあのジャズとかやる人はこういうあのこういういコード風をダウンロードしなきゃいけないんですけどダウンロードができてない方もいると思うしなんかねいろんなことやらなきゃいけないんでやります。じゃあとりあえずプレイリストをあの追加するのをやってみます。 プレイリストを追加するためには例えばこういう画面とかがあった場合左上を見ると今プレイリストって出てるんじゃないですかこう矢印があってここを押すとプレイリストに行くんですけどあの場合によってはここがプレイリストじゃなくてあの別のことが書いてある場合もあるんですけどもうあのプレイリストが出るまでこれを押してあのもらえればあの結局このプレイリストが出ます。プレイリストが出て 一番上にプラスが出てるの見えますで、プラスを押すと新しいプレイリストがあの、プレイリストを作ることができます。で、テストっていう名前で作ってみましょうかね。こういうテストっていう名前で、あの右上に完了あるんじゃないですか。で、これでテストで完了を押すと、わ先ほど ハリディー・エクスプレスが一番下だったんですけどこうテストがおできちゃいましたこんな感じでプレイリストができちゃって皆様があのなんていうかな好きな曲あの自分がよくやる曲とかそういうグルーピングをすることができるんですよそこでここにポンポンポン入れればあの、ね、管理しやすすくなります次はあのここにどうやって曲を入れるかっていうのをちょっとやってみます